ジョン・デイは、イギリスの卵栽培家、収集家である。15年間にわたって、53冊のスクラップブックに4000ほどの卵の図を残したことで知られる。デイのスクラップブックは、没後の1902年に、妹のエマ・ウォルステンホームによって、王立植物園に寄付された。ロンドンの裕福なワインショーの息子に生まれた。デイが最初に卵を買ったのは、 園芸業者のロッティジーズが1852年に栽培園を閉じた時の在庫品を競売で購入したものである。平均すると1本あたり1ポンドで50種余り熱帯の卵などを購入し、トッテナムの自宅に作った温室で栽培した。ビクトリア時代に卵栽培が流行し、1863年から1888年の間、例は自らのコレクションのほか。 ロンドンの演芸賞や王立植物園を訪れ、多くのランのスケッチを描いた。ドイツのラン研究家、ハインリヒグ・スタフライヘンバッハとも密接に交流した。ジョン・デイのスケッチ集が2004年に、ラン研究家のフィリップ・クリブとミッシェル・ティブズによって、歴史的な背景の解説とともに、エイベリー・ベクトリアン・パッション、ザ・オーギット・ペインティングス・オブ・ジョン・デイとして出版された。 ロイヤル・ボタニック・ガーデンズ・旧、エクセビションス・ジョンデース・クラッペ・バックス・アーカイブド2006年9月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシンロイヤル・ボタニック・ガーデンズ・旧、エクセビションス・ジョンデース・クラッペ・バックス・アーカイブド2011年6月29日、アット・アーカイブ・イズ・ JAD は植物の学名で命名者を示す場合にジョンデーを示すのに使われる。ありがとうございます。